会社の後輩男には憧れの上司男がいる。上司は仕事ができるし出世頭のすごい人。私女はその上司とあるプロジェクトで一緒に仕事をし、その時に気に入られて以降何かと呼ばれることが増えた。役員との飲み会に呼び出されることもあったし、新規プロジェクトに参加させてもらえたりもした。それが後輩には面白くなかったらしい。上司や上の人がいない場で私さんと上司さんはできているなんて噂を流されるようになった。飲み会の席で冗談半分で言ってくるのがたちが悪い。それは上司さんに失礼だからやめなよと注意しても全然聞かない。そもそも上司は妻子持ち、子は自立済みの40代のおっさんじゃ。なんで20代半ばの私と何かあると思うのか。というか何かあると思っても言いふらすなよと思う。さらにそれを取引先のおっさん40代未婚の前でやらかし、おっさん的にこの子は不倫 OK と解釈したらしく、猛烈にアピールされ始めたのも意味わからん。仮に上司と不倫していたとしても、上司スレンダーイケメンとおっさん巨デブブサが同じと思うなよ。いや不倫してないんだけどさ、という愚痴を吐いていた同僚にまで、でぶっちゃけ上司さんと関係あるの？と言われて頭痛くなってきた。私が男だったらこんなくだらない問題は起きないんだろうなと思うと泣けてくる。